ちは、ドナルド涼子です。今回は、引き締め、特にお尻のヒップアップのトレーニング、していこうと思います。で、前回のタバタトレーニング同じメソッドを使っていこうと思います。では、今日はですね、特にお尻だけではなくて内もも、外もも、それからお尻のアップ、それ全てを、効果的にする方法をご紹介したいと思います。一つ目のエクササイズです。お尻のヒップアップ、それから脂肪燃焼、全部取り込んで一直段にできるエクササイズのご紹介です。で、タバタトレーニング20秒オンで10セカンド休憩、それの繰り返しでやっていきます。で、呼吸なんですけど、スクワットするとき、下に下がるときに吸って、上に上がるときに吐く、吸って吐く。で、吐いたときなんですけど、体幹がしっかりクッと締まって、お腹の引き締めもとっても効果です。しかも足、お尻も吐いたときにしっかり締めていく。そうするとやっぱりヒップアップの効果絶大になりますので、それでぜひやってみてください。で、それが一つ目がこのローインパクトの方ですね。次なんですけど、で、これがハイインパクトのチョイスになります。これも呼吸とともに動く方が効果大になりますので、ではやってみましょう。2つ目のエクササイズです。で、タバタの20秒間の間にお尻のヒップアップエクササイズしていこうと思います。まず足、膝を曲げて、かかとを天井に思い切り上げる。で、吸いながら下がる、吐きながらお尻をキックバック、足をキックバックする、それの繰り返しになります。で、この繰り返しの時に背中がアーチしないように、お腹をしっかり締めたまま、お尻だけここを締めてください。で、これの繰り返しを20秒していきます。最後にボーナストラックとして、もう一つ、とってもとっても効果大、ヒップアップにする効果大のエクササイズのご紹介をします。ではですね、どこのご家庭でもあるダイニングチェアを使ってできてしまう簡単なエクササイズで、足の引き締め、そしてお尻のヒップアップに、効果絶大です。こんな感じで足をベンチの上に乗っける。で、そして息を吐きながら上がる。
で吸いながら降りる。でお腹をしっかり締めたまま、今度反対の足を変えて吐いて上る、吸ってゆっくり下がる。これの繰り返しになります。